それでは、始めていきます。今回は決闘等、ボス戦のラッシュです。一回戦の相手は、虎の被り物をつけてるのかな？なんともチャーミングですが、それに見合わない強烈な突進攻撃をしてくる人です。この人には、それ以外に攻撃手段がありません。なんとも男らしい戦士でした。まあいい戦士でしたが、苦戦するような相手ではなかったです。おっ、道ができてますね。この調子でサクサク進めていきます。そういえば今回は、カットと、倍速が多く入ります。なぜかというと、簡単なステージばかりで、いまいち縛りプレイって感じがしないからです。ほほう、今度は狼男ですね。この人の一撃は、ごべー、キャーという感じで、大きく飛ばされ、得体の知れない水の中に放り込まれます。こうならないためにも、ステージの真ん中に陣取りましょう。ここら辺のギミックも大したことないので、サクッと進めていきます。そろそろ、セーブポイントがあってもいい頃じゃないかなー。なさそうですねー。はぁ、私はボス戦よりも、こういったギミックでの落下死の方が怖いです。一発でゲームオーバーって、すごい緊張するんですよねー。ああ、早くセーブポイント来ないかなー。うおー、セーブポイント来たー。これで一安心できました。こいつら勝てー。お前は何してんだ。チャラチャラ踊ってんじゃねえよ、スノロ。お金が出てきたので、セーブしとこっと。さあ、またまたボス戦です。このボスは、決闘等の中でも、かなり印象に残る敵だと思います。うお、始まりました。この動きは何なんですかね？これを飲んでくれー。もう。って感じなんですかね？もう、もう、もう、もう。お望み通り、しこたま叩いてあげました。あららー、いくらド M でも、限界はありますよね。あの牛さんは、自分の限界に気づけなかったようです。おお、500ゴールド、ありがたいですねー。あれに飛び移ります。げー、またギミックですねー。ボス戦の後にギミックって、最悪の組み合わせだと思います。うお、当たるんですね。しかも、なかなかいいダメージですし。クソ、HP がやばいなー。多分この棒に当たってもゲームオーバーだし、落ちてもゲームオーバーだし。当たったー、そして落ちたー。んなわけはない。そんな一度で二度美味しいことなんてあるわけない。ふん、こんな棒切れ。しゃがめば当たったー、そして落ちたー。という夢を見たのでした。私はサクッと進めたいんだ。こんなとこで立ち止まってられないんだ。よし、進めた。ここのボスが、このステージの最後だった気がします。ご覧の通り、歩く、殴る、この2パターンしか攻撃手段がありません。なんでこんな奴がステージの最後なのでしょうか？あれですかね、強い奴から先に出してしまったんですかね？というわけで、瞬殺です。しかし、なんか天井の様子がおかしいので、早く出た方が良さそう。まさかもう崩れた。あとちょっと遅れてたらぺしゃんこでしたね。さ、これで決闘塔はクリアです。次はここ、処刑塔です。おぞましいとこですねー。ここもサクサク行きます。そういえば、ここ、登れた気がします。自信ないですけど、
まあ危なすぎるので、今回はやめておきます。危ない危ない。ここはボスが出てこなかったはず。とにかくこういったギミックのステージですね。もちろん、落ちれば一瞬でゆでだこです。慎重に進まないとね。むーんこいつねー、実にいいとこに陣取ってやがる。そしてこの斧の振り子、非常にいやらしい作りですね。やはりこのゲームも終盤あたりなので、少し難しい作りになって。今のは私が、アホ、なだけです。あぶねえ。絶対落ちると思ってたのに、無意識でジャンプのボタンを押していました。我ながらよくやったと褒めてやりたいとこです。お、セーブポイントだ。ありがたやありがたや。どうやら、まだまだギミックは続くようです。あ。何もやってないです。本当何もやってないです。ちょっと片足が抜けただけです。本当何もやってないです。うん、パワーアップあってもね、今は金の方が欲しいかな。お、セーブセーブ。こっち取ります。しばらくは道なりに進むのかな？よっ、行こうじゃない、押した。どっち行けばいいんだろう。なんだかこっちのような気がする。もういい、お前は休め。やっぱり動かない、停滞してくれる。片足の移動して、倒しておこう。お、セーブセーブ。よっ、あんなのくなったら人間の一部になっちまう。最強に進んできるようです。これ絶対ミスでしょ。この炎も絶対ミスですね。誰のためのトラップなんでしょうか。もしかしたら、全員加速されてるのかな。マルチが届かない時点で、確かめようがないんですけどね。お、セーブセーブ。もうそろそろ、この処刑等も終わり頃だと思います。まさか一つの動画で、二つのステージをクリアできるなんて、夢にも思いませんでしたよ。もうこのステージのギミックには慣れました。全く怖くないです。全く、この程度のキャッチントラップで、私を倒せるわけがないのに、舐められたもので。さすが終盤のステージ、思ってるよりも難しかったです。しかし、そう何度もやられるほどバカではないのでね。お、あそこでステージクリアです。長かったような、短かったような。よしよし、無事にたどり着けた、ほんとよかったです。あー気持ちええのー。というわけで、柱時計の間、にやってきました。アイテム回収と、セーブはカットします。カットしました。お金が500ゴールド増えて、気分上々です。この先、ムービーが入ります。you
たねー。よくも、よくもローゼオー。お前だけは絶対に許さんぞー。畜生、ちょっと泣きそうになっちまったじゃねえか。今まで、こんな明確な悪役がいなかっただけに、かなり燃えています。いや、なんか避けれた。はじめ、ほとんど予備動作がないぜん。でも、この坂の天国は、走ってれば普通に避けれるような気もします。回避はいいんだけど、飛んでる釜が邪魔で、うまく攻撃できないです。また鎌攻撃か。攻撃が当てづらいから、嫌なんですよねー。とか言ってたら、すでに虫の息。まあ、HP 全開の私と戦おうとした勇気、それは認めてやろう。ふん、今さらそんな攻撃。この突っ張りにもなりませんよ。とどめじゃあ。こうして無事、ローゼの仇は取れました。どうか安らかに眠ってほしいものです。今回はここまでです。次回は時計塔です。お楽しみに。